安防国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、東海道に属する。古語周囲によれば、阿波国において、穀物や浅を栽培していた、天府命は、東国により良い土地を求め阿波のインベシらを率いて、黒潮に乗り、房総半島南端のメラの浜に上陸し、開拓を進めた。そして、阿波のインベシの住んだところは、阿波の名を取って、安防と呼ばれたという。 また、小毛周囲の説のほか、日本初期慶光天皇53年10月上の、東国巡守の檻の淡水門にちなむとする説もある。立領制以前この地域には、阿波国像と長瀬国像の二つの国の三八子が置かれていた。立領制において、両政国である、和佐国の一部となり、養老二年5月2日、和佐国の内阿国像と長瀬国像の領域だった、ヘグリ軍。 安防軍、朝日名軍、長佐軍の四軍を分けて安防国とした。国像は阿波の表記であり、藤原軽出土木館に、己井戸市十月城京国阿波氷松里とあるなど、軍の表記にも揺れがあるが、これに先立つ和道六年の工事例で南海道の阿国が阿波国に変更されており、安保の表記となった。天平十三年十二月十日に、 上佐国に合わしたが、天平法事元年に元に戻され、東海道に属する一国となり、国級は中国にランクされる。国府は、現在の南房総市府中付近に置かれ、古代末期から中世にかけて、丸氏、長佐氏、安在氏、神谷丸氏などの武士団が活動し、平安時代末期には、源頼朝の再起の地となる。鎌倉時代の守護は不明。室町時代の死後には、 結城市、上杉氏がついた、15世紀半場頃より、里見氏が台頭し、戦国期には安房統一を果たして数差から下宇佐の一部に至るまで勢力を張った。豊臣秀吉による小田原城ゼメイン語は安房一国が、里見氏の領地となった。関ヶ原の戦いでは、里見氏は徳川家康を支援して、家宝を受けたものの、 江戸幕府成立後の慶長19年に、里見忠義が、大久保忠近海駅に連座して、宝紀国倉吉に転覆。その後は、東条藩、勝山藩、和佐百守藩、北条藩、立山藩などの諸藩と、幕府領、旗本領が置かれた。尊数は280滑尊。明治2年安房では、勝山、立山、北条の3藩に、新たに、長尾藩。 花房藩の二藩が置かれた。この地の幕府領、旗本領は、安房和幸県時、芝山天の管轄となり、翌年に宮谷県が置かれて、芝山天が県知事となり、安房四軍の約五万六千国を管理した。明治四年、廃藩地県によって、木更津県に編入され、明治六年木更津県と印馬県の合併により、千葉県に編入された。 明治30年には、安房国4軍が統合されて、千葉県安房軍に再編された。国府は、和名省によれば、ヘグリ軍にあったとされ、現在の南房総市府中付近に推定される。しかし正確な位置は明らかでない。安房国分寺演技式内社、演技式新名庁には、大こそ二座二社、勝者四座四社の、計六座六社が記載されている。 大こそ二社は以下に示すもので、安房座神社は、明神大社である。安房神社創者、一宮以下、中世諸国一宮制の基礎的研究に基づく、一宮以下の一覧。須崎神社を一宮、須宮神社を二宮とする説もあるが、これは、須の神を祀る神社として二社一体であった須崎神社、島宮神社の間での故障と見られている。いずれも、律令時代の駅。 内海外目軍と、荘園、編集安房国の藩、編集軍と村、編集、歌川広重、六十四集名書図へ安房小港内浦出展、内閣統計局、編、早見通る、復刻版監修会来、国政調査全日本人口統計修正牧一お及び、別館一、東洋書林、安房を守る、編集鎌倉幕府、編集室町幕府、 編集、ありがとうございます。